皆さんも納得のセットリストだったですか？セトリのメールの続きをもう送ってる、あ、いやまだ送ってない。そう、あのセトリ解説でその時の曲ごとのなんかなんていうんですか、気持ちっていうかその書いとったんだけど、まだ途中で終わっちゃってて、今日のうちには書き切りたいと思ってるけん待っとってください。昨日はなあちゃん卒コンでしたね。卒コンじゃないわ、ラストコンでしたね。お手紙も書きました。めっちゃいいメールですか？いやなんか曲ごとのちょっとしたそのなんていうんですか、ちょっとずつ書いてるだけじゃき、ちょっとずつじゃないか、結構多くの量になって、なんかみんあの受け取ってくださる方がなんか読み切るのがなんかあれかなと思って、同じように見えても違う景色なんだ、気づいてはいたけど触れたくなかった空。ずっとそばにいたから、離れ離れなんて想像できない。ユニット曲があったのですか。あ、そう、あのちょっと思い出のほとんどのあのちょっと裏話をすると、なんかこの曲がなんかあのっていうあのちょっとラーちゃんのラスコンとはちょっと感動話とは置いといて、あの感動の話とは感動の裏話はまあ一旦置いといて、あの私の気持ちはあの AKB48 歌手力ナンバーワンの方と一緒に歌うっていうすごいなんかプレッシャーがあって、しかもそのなあちゃんが A メロ歌った後に B メロを歌うっていう、なんかなんというそのなあちゃんの美ボイスを聞いた後になんか私の声を皆さん聞かされるわけじゃないですか。嫌でも耳塞いででもなんかあの私の声がどうしても聞きたくなくてもみんな聞かないといけないじゃないですか。だからちょっとあのすごいあのダメなものにしてはあのコンサートが全部台無しになると思って、初めてあのすごいな、初めてすごいそういう緊張、そういう意味の緊張、なんか台無しにしたくないじゃないですか絶対に。だから私めっちゃ練習しました。練習したら本番喉が痛くなっちゃって、でもそこまで練習してきてたんです。それはあれ、練習したのは嘘じゃないです。え、低いだったんですか？リハーサルでなあちゃんが私めっちゃ泣いてしまって、リハーサルからなんかこのリハーサルが STU でもなあちゃんが最後になっちゃうんだって思ったら
なんか悲しくなっちゃって、あ、誰も疑ってないですか、練習してない、でもなあちゃんは私の声が子供すぎて笑ってました。ちょっ本番もう頑張って、本番は耐えてました。コンサートお疲れ様ありがとうございました。確かに子供、なんか自分が聞く声となんか響き渡る声ってなんか違うじゃないですか。びっくりしました。なんかなあちゃんが合わせてくれて、多分歌を声量を合わせてくれて、すごいなんかなんて言うんですか、おたなんかバランス取れてるようにすごい聞こえたけど、あれは全部なあちゃんが実は多分合わせてくれたんですよ。いや、ほんまルーマも、あの声量を控えめで歌ってくれてました。本当はもっとなあちゃんはあれなんですよ、強なんて言うんですか、歌えるんですよ。多分きっと私に合わせて思い出のほとんど歌ってくれました。スクショタイム。ナナ。思い出のほとんどの歌詞がすごい好きなんですよね。思い出のはずな。ああ、かわいい。ありがとうございます。藪下とカノンと話した。うん、話しました。めちゃくちゃ。ふう。いっぱい話しなんかなあちゃんが呼んでくれてからも会えたんですもんね、二人ともほんまに。それもすごいありがとうって思う。私が高見直さんの方を歌って、なあちゃんが前田敦子さんのあっちゃんさんの方を歌いましたね。昨日は泣きすぎて、今日の朝起きたら頭が痛かった。大泣きした次の日って頭痛くなりませんか？ めっちゃ痛かったんだけど。うん。なあちゃん、泣いてたな。頭痛くなるし、目も腫れた。やってくれて嬉しかった。手紙はいつ書いたの？あ、手紙は私が書いたお手紙なんですけど、ST48 2期生のさこひめかちゃんっていうめっちゃ可愛い、ちっちゃい、年が一番最年少の子がいるんですけど、
その9時になったら退場もう9時になったら年齢的にもう出演できなくなっちゃうっていう話で、お手紙を結構1分半から2分の間で収めれるようにって言われて、なんかそのやっぱりなあちゃんのラストコンサートで5年やって、その思いを、いろんな思いをこう、なんていうんですか、その時間の中に収めるっていうことがすごい難しい課題で、高梨智之さん、ギフト、マットさん、デブニャさん、ヤシキューさん、マナさん、テンテンさん、チョコ吉さん、オールグーリンさん、カイザーソゼさん、モックンさん、コモメマキさん、オールグーリンさん、クラミツキナコさん、キュンデスおじさんさん、ハヤテさん、ギフトありがとうございます。ヤススさん、タワーありがとうございます。タワーありがとう。でもタワーありがとう。お手紙書いてくださいました。あ、書かせていただきました。そんな機会を。エイミーさん、ハートありがとうございます。そう、1週間前ぐらいには私が感想でなあちゃんに感想でなあちゃんに向けてメッセージを述べる演出だったんですよ。実はここでもう超裏話ですけどはい、天見魂さん、タカありがとうございます。実は一週、そしたら一週間前まで私が感想でお話しする予定だったんですけど、私がリハーサルで泣きすぎてリハーサルの練習で、なんかそのこっちに行って、こっちに行って、ここで見て近寄ってっていう、その構成をつける時点ですごい泣いてしまって、やっぱいろんなこと考えてて泣いてしまって、もしかしたら感想で喋れなくなっちゃうかもしれないって思われて、終わった後に手紙を読むことにしようって、そうなりましたそんな変更がね、あるとはね。なるほど。感想結構長めだったんだけど、いくら長くても、ね、おなあちゃんの感想やっぱり本番、いや、そのなあちゃんってプロですよね本当に。でもリハーサルでは感想、ふざけたことばっかりしか言ってこなかったんですよ。なんか、ここは子供の声だねって、まあそれそうじゃないですか、本番でしかやらないじゃないですか。 STU の曲たっぷりの STU らしいコンサートだった。確かに、ここはの歌真似しますとかリハーサルでやるんですけど、本番になったらなんかもうなあちゃんが感想でいっぱいなんか詰め込んでくれて、黒光きなこさん、デブニャンさん、ギフトありがとうございます。
なんか見たらダメ、なあちゃんの顔見たらダメだと思って。見れなかったです、実は。下向いてるっぽかったですよね、私。下向いてたんだけど下向いとったんだけど見れなかった。で、あのお手紙は1週間前までは私が感想で喋るお話の予定だったんですけど、泣いてて喋れなくなったらいけないから、なあちゃんにバトンタッチして、なあちゃんからの言葉をいただきました。で、4日前ぐらいにそのお手紙の提出締め切りがあったんですけど、その時も書いたんだけど、手紙を。やっぱり前日になると伝えたいことが変わって、結局書いたのは前日です。手紙を書いたのは衝撃の事実発覚。前日に書きました。こいほー、なあちゃんからのメッセージもよかった。なんかあのその前日に書いたお手紙があれなんじゃき、あの本番なんじゃけど、あ、たけちゃんさんギフトありがとうございます。4日前に1回目に書いたお手紙では、あのそのなんて言うんですか、これから先のお仕事でなあちゃんがなんかもうダメだと思った時は、 STU でいた時のことを思い出して頑張ってねとか書いてあったんですけど、やっぱり前日になるとそのラストコンサートでしか言えない言葉を言いたくて書き直しました。感動しましたか？ありがとうございます。感動って、うん、いろんな人の心を動かせたら、動かせてたら嬉しいし、自分もそんなこと冷静に考えられないぐらいなんか、はい、いっぱいいっぱいでした。きっと感動させようと思って書いたら感動しない文章になってたかもしれない伝えたいことを伝えたいことを伝えまくって思ったなかなか、はい、ラストコンサートって言ってるのに兼任やめないでって書かないですよね困っちゃう。いや今日これがラストなんじゃってみたいなでも兼任終わった後に兼任やめないでっては言えないから、絶対言った方がいいと思って前日に書き直しました。あれが本音でした。本当になんか終わっちゃったんだなって思いますね、今でも。
私は私らしくね。なんか、うん、出会いと別れの季節ですね、春は。ありがたい。藪下どうじゃった？あ、藪下は、風は、あ、藪下は卒業してからもうずっと会って連絡したり、まあ、会ってたりしてたんですけど、会うこともあったんですけど、あのそれか卒業してからフーって呼ぶようになってまあなんかお互いなんかおーみたいな感じでなんか当たり前じゃないけどさ、楽屋の景色が当たり前でなんかまだいたらいいのにとか思った。なんかもう普通にもう復帰みたいな、できないかなとか思った。カノンも含めて、カノンがマジで痩せてたし、なんか大人になって、なんかあのね、カノンマジでなんか自分でも言ってたんですけど、カノンちょっと大人になったってなんか言い始めて、なんかね、なあちゃんみたいな扱いを私に し始めたんですよ。なんかね、コカに母性が湧いてくるとか言って、なんかもうめっちゃびっくりして、そんな人じゃなかったのに、カノンってそんな感じじゃなくて、もういつもこれカノンの差し入れって言ってずっと食べたり、なんか、ね、カノンも可愛いって言われて、そんな感じだったのに、なんか急になんかえコカが可愛いみたいになって、なんかその頭をなんかずっとこうやってさすって、ちっちゃい、かわいい、やばい、どうしよう、コカはかわいい、コカはなんかかわいい、そういう方向でかわいいみたいな、なんか言って、なんか見くれたり、なんかみんなの気持ちがわかるとか、そういう感じで言い始めて、カノンが大人になってるし、そう、昔はそうなんよ、手作り料理が食べたくて泣いてたんですよ、カノン。そんな感じじゃったのに、なんか今は私に母性を抱くらしいなんでやって感じだけど、なんでってなってたけど、びっくりした、びっくりしましたよ。もうカノンがあの焼きそばじゃないわ、その手料理が食べたいって言って大泣きしたことから始まって、ユミココズキッチンがスタートしたんです。ガイハそうな、カノンに手料理を作ってあげようっていう思いから、焼きそば食べたくない、食べたくなるよね、焼きそばってなんか無性に食べたくなる時あるよね。あの UFO って知ってますか？カップラーメン、あのお湯で作る UFO、 あのめっちゃ濃いソース焼きそばちょ、アイドルが言うね、まあ、いいですよね、アイドルも UFO 食べますよね。UFO めっちゃ食べたくなるときないあの濃さ無性に食べますよね。人間だもの、人間だもん、アイドルとって人間だもの。
ペヤング、はい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 、辛いやつ、ペヤング辛いやつ食べたことない。え、 UFO のしかとソースの焼きそば食べたことない。辛くないやつもあるんじゃん。なるほどね。え、辛いやつ食べてみたいな。なんか激辛のなんか今いうなんかこうなんていうんですか、ちょっとバズってる、あのペヤングかわからんけど、すごい辛いやつ、罰ゲームで食べるようなやつあるじゃないですか。食べてみたい。最近コンビニで売ってるの見ました。最寄りの泣くレベル、辛すぎて洗って食べたよ。ちょっと待って、す想像しただけで。え、あ、でもみんな結構食べたことあるんですか、ペヤングファイナル。え、そんな感じなの。名前そんな感じなの。お湯入れた後に水で流すんや。え、咳が止まらんくなる。え、待って、みんな結構挑戦したことあるの。好奇心旺盛すぎ、みんな結構。え、食べてみたい、痛い、ペヤング激辛エンド、エンドやん、もうそれ終わっとるやん、ファイナル。どんどん辛さが増していくんじゃ。君子危うきに近寄る。いや待って、皆さん、え、ちょっとそれってなんか私に挑戦してほしいみたいなところある、それとも私を守るべく安全をとって他は挑戦しない方がいいよみたいな、どっちですか。皆さん、私食べるなよ、絶対食べるなよ、なんかそのそれなんか押すな押すな、ちょっと あ、でもみんな優しい、あ、フリじゃない、あ、ガチのやめた方がいいよって感じ。さらに怖くなるわ、ほんまに。昨日より泣くのは。そんなに、それ昨日より泣く、もう次の日頭痛いの確定じゃん、もうじ休みの日の、休みの日にするわ。あ、 PR 舞台に入れなかったら食べてみよう、そうします。カイココア逆公約みたいな、 PR 舞台に入れなかったら激辛ピアンドファイナルエンド、ピアンド、ペヤング、激辛ペヤングファイナルエンド食べました。から絶対に私をみんな守ってください。私をスタジビアル舞台に入れるのに手伝ってください、一票でも。でも本当に公約もなんかあの
考えて、でいろんな候補を考えてて、なあちゃんにも相談したりしたんですよ。あの昔あの前回の瀬戸内ピアル舞台入れなかった時に、すごいなんか3日ぐらい結構私が本当に放心しちゃった時があって、その時なあちゃんに連絡した時に、あそうだから今回ピアル舞台のが発表された時も、あのすぐなあちゃんに連絡してまたチャンスがあるんじゃーって言って、なあちゃんにもなんかちょっとなんかいい公約ないみたいな、一緒に考えてもらいました。なあちゃんの考えてくれた公約もあるし、自分で考えた公約もある。ふーの考え、ふーもなんか公約を考えてくれたんだけど、ふーが考えてくれた公約はいつもはなんか私がすごい子供っぽいから、子供っぽい感じじゃないですか、だからめっちゃ、まあ、なんかカツラとかつけて、もう誰 かあの全くなんて言うんだろう、本当に大人っぽい、バチバチに決まった大人っぽい服もいつもとテイストが違う服着て、もう変身してそういう姿を新しくあの人に見せてあげるのはどうみたいな感じで言われたりしました。いや確かにちょっと恥ずかしさもあるけど、いや恥ずかしいですよ、なんかそういうの、あの人はそういう新しい姿見たら喜ぶよって言われたから、確かにそう言われたら、まああの人が喜んでくれる。黒ギャルじゃないよって言われて、いや黒ギャルやったら知っとんかい、恥ずかしかった。そんな感じでした。どう PR するか知りたい。あのもし私が PR 舞台に入れたら、あもちろんカープが大好きだから、カープを全国にどこに行っても広めるべく、あとお好み焼きが私すごい、あのやっぱりなんていうんですか、広島県民としてなんか特徴的な象徴みたいなだなと思ってて、だからまあそのコロナ禍でこういろん、まあ、いろんな保健所とかのなんかそういうなんていうんですか、その政府からの要請もいろいろあると思うんですけど、なんか私がなんかホットプレートとお好み焼きの材料をなんか全国で持ち歩いて、それでお好み焼きを作って、なんかそれを作り方講座と、お好み焼きホットプレートでできるんで、作ってそれをなんか販売じゃないけど、まあそれもなんかキッチンカーとかも必要になったりするかもしれないけど、なんかそのできたらな、お好み焼き、お好みココアなりたいなみたいなとかも考えたりするとか、広島のものを買えない地域、お土産とかもうなんか人うちのものを持って行ってとかやりたいですね。食べ物系だと瀬戸内やっぱり食べ物がすごい美味しいものがあるんですけど、え、よき、あとはしゃもじが有名だったりする広島、それをなんかサインかけたりってか、グッズに、グッズもなんか PR 舞台に入ってグッズとかもなんか企画、自分で企画したりして作れたらいいなーって、いろいろなんか積極的になんかアイデアをやりたい、したいなって、
私企画書作れるんですよ。まあみんな作れるか。企画書の作り方、あるじゃないですか、目的とかそれにかかる費用とか、そのこんな企画の方向性、なんかそういう本当の企画書ってあるじゃないですか、商業系の。目がすげえ、あ、私目がガチですよ。リアルな企画書を書く勉強とか練習とかも何回もしてきて、パワーポイントも結構ワードも文章も勉強してきたので、昨日もガチし、今日もガチ。ビジネスアイドルで、いやビジネスアイドルってなんか響きがやばい。いやビジネス系もいけますアイドルで、ビジネスアイドルやばい。ちゃった語弊がある。そこだけ絶対切り取らんといてよ。私ビジネスアイドルですとか言ってる。ここはビジネスアイドル、あのビジネス系の方向もいけますアイドルで、かくさん、ギフトありがとうございます。未来さん、ネココアさん、フジアンさん、ギフトありがとうございます。たけちゃんさん、デブニャンさん、ありがとうございます。切り抜きダメですからね。ということで、なあちゃんの卒業で、昨日はなあちゃんの卒業だったから、なあちゃんの卒業の話もできたし、今日土曜日ですよね。よかった、土曜日に配信ができて、なかなか嬉しいな。土日のどっちか配信できるようにしたいな。明日お話し会よろしくお願いします。1時間目からあれじゃけ、写真会じゃけ、ツーショットよろしくお願いします。ぜひあの PR 舞台の入った後のビジョンもいろいろ、ビジョン結構なんか楽しみにしてるので、あと私ライブが好きなので、パフォーマンスして、やっぱり昨日久しぶりにステージに立ったんですけど、やっぱりライブをすることが好きだなと思ったので、そういう機会をなんか皆さんにそうですね、もう私が頑張るって言っても、なんか日々のそのダンスの技術を磨くとか、アイドル性を磨くとか、体型管理とか、痩せたりっていう地道な努力をするしかないんですけど、皆さんに押し上げてもらえるようにね、皆さんの気持ちを支える、この子になら陰であげる、あのここにだったらかけてあげたいなって思ってもらえるぐらい頑張っていきます。はい、いろいろ決意もねあるので、ではランキングを読みますね。ここら辺で読みます。13位、はやてさん、12位、ネココアさん、11位、みずつさん、10位、デブニャンさん、9位、こまめまきさん、8位、オールグーリンさん、7位、高梨智之さん、6位、N700 さくらさん、5位、癒やし系さん、4位、ありくんさん、3位、黒みつきなこさん、2位、のっしーさん、1位、やすすさんです。ありがとうございます。やすすさん、タワーありがとうございます。はい、じゃあ、私は今からキャッチフレーズをしたいと思います。私が耳を向けると、ココアとお願いします。いきます。 STU の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身18歳の
カイコカワです。皆さんありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。バイバーイ。